皆さんこんにちは。金欠なのにヤフオクでパーツあさる、よろしくお願いします。ヌヌファクトリーのヌルです。今日の動画はですね、クラウンをプチカスタムしつつ内装のお掃除の方もやっていきたいと思います。で、今日は Amazon で買ったこちらの激安アルミペダルを交換したいと思います。クラウン専用設計で値段はなんと1450円でした。鬼安くてまたちょっと心配なんですけど、一応こちらはアクセルとブレーキだけなので、サイドブレーキとか足置きペダルはありません。交換といっても純正のペダルに上からはめるだけなので、すぐ終わってしまいそうなので、ついでに運転席の足回りの掃除もやっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。それでは早速作業していきたいと思います。まずは取り付ける前に足元の掃除をしていきたいと思います。まずフロアマットを取り出して汚れを落としていきます。はい、それでは最初にマットを外して、いつもの大きめのブラシで汚れを落としていきます。ペダルの方は意外と表面のデコボコに土とか砂がくっついているので、こちらも拭いていきます。拭き取りで取りきれない土とかは100均とかで売ってるワイヤーブラシでかき出して拭くようにしてます。これ結構使えていい感じです。本当はこの後掃除機で吸い取るんですけど、ごめんなさい、今日は忘れてしまいました。ペダルも結構綺麗になったので、これからパーツを取り付けていきます。アクセルペダルの方は上からかぶせるだけです。ブレーキも同じなのかなと思っていたんですけど、あれ大きさ違くない？全く大きさが合わないのでパニックになっていたんですけど、なんとですね、私のドジで純正のブレーキゴムを外すのを知りませんでした。これでぴったりはまりました。よくすぐ汚くなるんだけどね。表面にこのイボイボがついてるおかげで足元のホールド感は期待できそうです。で、つけた感じも全然グラグラとかもしないでピタッとハマってくれたので、そちらも大丈夫かなと思います。これで終わりでもいいんですけど、最後に内装のツヤ出し剤としてこれを使います。アーマーオールプロテクタントです。こちらは内装のツヤ出し剤としての老舗のメーカーさんで、ハイヤーの現場とかでもよく使ってるそうです。で、しかもホームセンターとかで簡単に購入ができて、なおかつ安いです。プラスチックの素材やゴム素材であれば、車用品に限らずインテリアとかにも使えるみたいです。タイヤゴムのツヤ出しにも使えるんですけど、屋外での耐久性はいまいちなので、私は内装オンリーで使用してます。それでは早速こちらも施工していきたいと思います。
アーマーオールは革の部分以外であればツヤ出しできますので、私はパネルとかも拭いたりしてます。ダッシュボードも OK なんですけど、クラウンはレザーっぽい素材なのと、ツヤでフロントガラスが眩しくなることもあるので私はやってません。あとですね、ハンドルとかの運転に関わる部分も危ないのでやらないようにしてます。おう、ピカピカ。最後にマットを戻して掃除は終わりです。アルミペダルにしただけなんですけど、高級感が出ててなかなかいい感じになったなと個人的に思います。踏んでみた感じも滑り止めゴムが効いていて踏み心地がすごく良かったです。はい、こんな感じで内装のお掃除と新しいペダルを取り付けてみました。少しのお金と時間だけでしたが、また一つ気分が変わっていいかなと思います。梅雨の時期は雨とか砂で汚れやすいので、こういったアイテムがあると助かるかもしれません。皆さんもよかったらお試しください。それでは今日はこの辺で、ぬるでした。バイバイ。Thank you.